はい、それでは札幌に再生していく村長に行きましょう。さあ、久々の土曜日重賞です。はい、その前に明日の新潟中京の日曜夜間と、金曜夜間取りやめです。はい、台風じゃなくなるらしいですけど、一旦取りやめてます。中止じゃないですよ、夜間取りやめだけです。よろしくお願いします。はい、で、何だっけ、そうか、札幌か。はい、明日は久々に土曜日重賞ってところで、オッズ出てきましたね。マジックサンズ、モンド、デラ、モレと、アスクシュタイン、ファイアンクランツ。まあまあ、だいたい予想してたぐらいの人気にはなりそうな感じかな。あと、マテンロさんがね、もうちょっと人気出るのかなっていうところですね。はい。で、まあ、この舞台データが少なくて、ってところで、どうしようかなと思って。はい。で、今回たらね、まだ本命決まってないんですけど、ちょっとね、一頭気になる思ったんで、一応紹介だけしておきます。はい。ローレルオーブですね。まぁ、ちょっとまだ、ってとこあるんですけど、ちょっと注目はしておきます。はい。ローレルベルオーブ。新馬戦が、7着に敗れた後の、見違えたかな前走ですね、札幌三着の未勝利戦の、5番人気、まあ、着有放棄手、はい、ほうちゃんか、選手引き取って乗ってたんですけど、あんまりこの札幌のまだ未勝利新馬の2歳戦で、あんまり、見えひん勝ち方やったなと思って、2番ですね。はい。1走目ね、スタート出遅れて、今回2走目はスタート気をつけて出てくれたんで、ある程度出ました。内枠でしたけど、まあ、行かせる競馬じゃなくて、一旦後ろ控えます。はい。まあ、行かせて、見かせて、後方2、3投目、4投目で落ち着きます。はい。インコースロスなく回って、てます。はい。で、言うてる間に、馬群ばらけまして、中段後方寄りのインコースですね。後方3投目、まあ、実質ほぼ最後方ですわ。後ろにとばらけてもうなんで、はい。で、1頭飛ばして、まあ、飛ばしてでも1分程度なんですけど、ここね、まあ、頭数少なかったといえども、一応まあ、このレースしてる馬群の中で一番最高峰やったんですよね。はい、実質7頭かな。はい。で、まだ先頭とね、まだ10馬身近くこれあったんですね。はい。で、前3頭で400通過して、ここで決まりそうな展開で、ようやく2番が今4頭目だ、ここまくって上がってきました。はい。で、まあ、2歳の未勝利戦なんで、まあ、前で決まるでしょうと。はい。ペースもそんな極端に速くなかったんで。はい。で、4番のルメちゃんが、これ、ペース読み切って、ここで、9番との追い比べっていうところで、まさかの絶望的な力2番がね、シュッピョーン飛んできて、これ。シュッピョーンって。はい。これ、差し切ったんですよね。と思って。2歳の未勝利で、この札幌で、まくってこれるんだ。しかも35秒6っていう上がり。間違いなくルメちゃんが、ここ、完璧なレース。あるいは北村由紀さんですね。逃げた北村由紀さんも完璧なレース見せたはずなんですけど、はい。ルメちゃんの生まれすらね、36秒かかった馬場やったんですけど、1頭35秒6ですね。ここでタフな舞台で上がってきました。はい。連投になるんですけど、一応この中では、江吉馬かつ、札幌かつ、タフな舞台で差し切れたんで、まあ、今週もし連投で、まあ、ここね、ちょっと、つけば使い詰めですけど、まあ、勢いが残ってるなら、このままもしかしたら差し切れてくださいっていうところですね。やっぱりどっちにしても、前々で行く馬たちが多いんで、前走みたいにね、実質ハイペース、最後の後ろからの、上がり、ってなってくるとってとこで、連投でちょっと最多ラダさんってとこで、前でも変わるし、どうかなってとこなんですけど、もし前走な競馬できたらチャンスあるかなと思ってます。まあ一応斎藤新さんで言うと、まあ、去年か。はい。ドゥーラーですね。あ、一昨年なのか。2002歳ステークスとドゥーラー、2年前。去年で言うと福音ステークスドゥーラー。ところで一応札幌戦8のまくり競馬できてるんで、はい。あとは馬の状態次第かなとは思ってます。はい。
もちろん人気は出てません。もちろん連投、そしてそんな派手な持ち時計じゃなくて未勝利上がりってところで、はい、出てません。それは出てませんでしょうね、はい。まあ、ただ、今がもしかしたら旬のウィンブライトさん、ここ札幌、函館か洋芝来てから、まだバレてないでしょう、まあ、数少ないですよね。10回ぐらい走ってウィンブライト3区、はい、まあまあ馬券から出て、逆に言うと福島とか新潟東京とかちょこちょこ走ってないですけど、ほとんど成績良くなくて、ここで今メキメキと10日から走ってたんで、はい、まだこれ今年でしたっけ、この3区かな、わからん、今年かな、はい、ちょっとこうでもしかしたら来年もここが出て、この傾向が出てきたら人気出る前に買っときたいなっていうところです。まあちょっと重賞レベルでね、実績出るかわからないんですけど、はい、そうなんですよね、ウィンブライトね、ステイゴールド3区、ステイゴールド3区っていうかステイゴールド3区なのか、ウィンブライトとかです、はい、ところで系統的にね、まあまあ吉場走ってもええとこやなと思ってるんで、はい、このままにしておきます。一目馬ってところ、ちょっとまた本命はわからないですけど、明日またライブできると思うのでよろしくお願いします。はい、このまましておきましょうか。ご清聴ありがとうございました。